どうもです、今回の話題なんですけど、以前ツイッターにとある画像を出したことがあって、ニセルで秒間50発達成しましたという画像を出して、で前回の動画でもちょっと予告はしてたんですけど、この銃でとあることをすると秒間50発ニセルでいけますよって。で今回はそれの答え合わせをしようということなんですけど、今回紹介するもの正直危険です。あまり人におすすめできるものではないんですけど、まあ理由はさておき、これです。キーポン 2200mAh、 45C の 90C、 とんでもない化け物バッテリーです。こいつをぶち込むことによって、まあ、いわゆるビッグドラゴン M160 が真の力を発揮してサイクルがぶち上がります。でこいつがなんで危険かっていうと、これだけの出力があるんで電子基板を焼いちゃう可能性がある。多分 G&G の ETU なんかはもう全然これじゃ耐えられないかなと。まあ打てなかないと思うけどすぐダメになっちゃう。危険なバッテリーなんで一応紹介はしますけど、本当使うのは自己責任でお願いします。まあ紹介でサイズ感、これライラックスのミニ S バッテリー、こいつ容量が2050なんですよね。まあちょっと高さは高い。で厚みが若干こっちの方が薄い。幅もほとんど変わんないですね。まあ、キーポンこのサイズで、シールとか違うものがあと2種類ぐらい確かあったのかな。もうちょっとシールとおとなしいやつがあるんで、まあ普通の人使うんだったらそっちの方がいいかなと。で、まあ、あれには入んなかったけど、こっちにはちゃんと入ります。というか、入ることを計算して、これ用意したんで。この配線切ったのも全部これぶち込むために初めから計画された。入るんですけどちょっと無理くりねじ込まないと入んないタイプなんで、あ、これ配線がギュッ噛んじゃってるわ。しばらくお待ちください。カメラ越しじゃ作業しづらいんでマジで。入りました。
ちょっと LCT のストックが入るかなと思ってたんですけどね。なんか入りませんでしたね。とりあえず、これに入るってことは、実践でこれが使えるってことです。というわけで、実写の方、行ってみましょう。どうぞ。はい、では実写の方行ってみたいと思います。弾は東京丸いの 0.2g、バッテリーは先ほどのキーポンのバッテリーになります。50.9。なかなか早い。ちなみにバッテリーをライラックスのバッテリーにするとどうなるか。バッテリーはをライラックスの方に変えてみました。ライラックスの方もバッテリーはさっき充電したんで 100% のはずなんですけど、もうこいつへたっちゃってるんで 99%。 もうだいぶ使ってるんでね。出力が変わる、サイクルが変わる。つまりライラックスのバッテリーじゃ中華のモーターのパワーを引き出せない、そういうことになっちゃうんですよね。じゃあ一回戻りましょう。はい、戻ってきました。どうだったでしょう。もう一回言います。電子基板が壊れるかもわかんないんで自己責任でお願いします。一応ね、ライラックスの方の出力と比較すると、ライラックスの方はいくつだったかな、 30C や 50C やったかな確か。なんでもうほぼほぼ2倍ぐらいの出力出ちゃってる。2倍とはいかないですけど、あとでちょっとデータは探して貼っとくんで。ちなみに G&G の ETU はまあ大体 25C 以下で使ってねって、バースト 25C 以下だったかな。だからバースト 25C だとこれでもちょっとパワーがちょっと強すぎるんですけど。なもんで、まあでもこれいいと思いますよ。使うのは自己責任って言ってる割にはいいと思います。あんだけ出力とかサイクル上がるんですから。4ぐらい上がってるサイクル DSG で。だからシングルでも2とか3は平気で上がっちゃいそう。はい、というわけで今回はこの辺で。また見てください。バイバーイ。